どうして花は咲くのだろう。必ず枯れてしまうのに。美しさも醜さも何もかも跡形もなく消えてしまうだけなのに。もう熟れてるな。真っ赤だ。なんだろう、寂しい音だ。今のは。ありがとね。糸を持って迷宮の出口へと導く美しい娘の物語だ。ありがとう、咲いてくれて。頑張ったわね。私ね、感じるものが好きなの。永遠。そうよ、花とか草木、それから星も。星は永遠に空にあり、花は地上で命を繰り返す。星と花は同じものなの。枯れたって消えたっていいのよ。美しいと感じた今は終わらないから。種を残して何度でも花は芽吹く。よくわからない。それに星も花も考古には見えないのに。目の見えない私にもわかるものはあるわ。目を閉じて、耳を澄ませて。星の歌う声が聞こえない。花のささやく声が聞こえない。花の匂いに包まれて、空の向こうには星がある。見えなくても確かに存在しているの。いつか一緒に星を見ましょう、クロエ。約束よ。覚えていてね。ここ。
夢か。あ、クロエ、応答を。クロエ、クロエ。すまない、眠っていた。夢を見ていたんだ。寝起きのところ悪いけど、至急ラボへ集合を。緊急事態だ、メテオラが。わかってる。クロエ、応答を。最近、いつも同じ夢を見る。遠くに行ってしまった人と語らう夢を。行き交う人々、喧騒、雑踏。平和な街を見ているうちに、尾を引いていた悪夢の余韻が消えていく。綺麗にあつらえられた街並み。この今を受け入れてしまえれば、悪夢を見ることはなくなるだろうか。だが、私のリアルは。約束。クロエ、時間が惜しい。今すぐブリーフィングをさせてほしい。了解した、アーバ。やあやあ、クロエ。ちょうどいい。君も見たまえ。滑らかないい腕だろ。色味にも黒曜の味が出たんだ。何をする。今は互いにテクスチャビジョンだ。ブレられないぞ。なことは分かってるさ。動作確認の一環だよ。うん、先端にまで疑似神経回路が通ってる。昨日の私はいい仕事をしたもんだね。新ボディは会長だ。おまけに奴らまで現れた。今日はいい日だ。全てがうまく回っているね。ん？昨日？今日？昨日？今日？まあいいや、どっちでも。はぁ、間に合ったみたいだな。ヤマト、天凪、勝利、参上。10分遅刻だよ、ヤマト。いいじゃねえか、10分くらい。大事なのはやる気だろ。規律だよ。僕らプロメテウスはこの小規模ではあっても一応軍隊組織なんだから。さて、人類の守護者たるマキア、パイロットのお二人さんが揃ったね。戦いの準備はできてるかい？おう、任せてくれ、ジュリー博士。とっくに準備万端だ。やる気はいいが、撃破するのは禁止だよ。死んだらあいつらかけらも残さず消えちゃうからさ。コバックして検体を手に入れろ。それが君らの使命だよ。あー、解剖が楽しみでならないよ。思わず腕を鳴らしたくなってしまうね。ジュリー博士、少し落ち着いてください。作戦の概要を説明するよ。地上に突如出現した敵の個体が地下都市の直上に接近しつつある。ヤマトのアレス・マキアは敵正面、クロエのアルト・マキアはそのヤマトの後方に展開。展開後、アルト・マキアはレールキャノンの射出位置まで前進してくれ。アレス・マキアはその援護。前進中はメテオラによるアルト・マキアへの振動波攻撃が予測される。ソーンウェーブか。直撃するとマキアでも無傷ではいられない。メテオラのソーンウェーブが発射されたら、まずアレス・マキアが衝撃を与えて威力を減衰。そしてアルト・マキアは搭載されたミラージェネレーターを起動するんだ。エネルギー変換障壁だな。
そう、ミラージェネレーターの形成する変換障壁を使えばメテオラのソーンウェーブを無効化し、さらには反撃に転用することもできる。メテオラにはメテオラのエネルギーを利用した攻撃が最も効果的だ。そしてメテオラの動きを止める。レールキャノンで撃ち出す。射出されたレールキャノンをつかみ取り、撃つことができるのは黒江とアルトマキアだけだ。分かってる。弾頭は貫通型電子クラスター弾を使用。敵は一直線にこちらに向かってくると思われるが、今後の行動パターンはまだ予測できていない状態だ。心配すんな、クロエは俺がバッチリ守ってやっからさ。どの口で言うんだい。前の戦闘中に敵電でずっこけていたくせに。デイカ司令、この程度の敵に苦戦するようでは我々に未来はない。我らプロメテオスの威信を示せ。諸君らには期待している。了解。了解しました、司令。んじゃ、行ってらっしゃい。クロエ、レイヤーレベルを上昇させて。ノアとの疎通が確認できない。ああ、そうだったな。星が見えますか、クロエ。では、行きましょう。アークノアがあなたの夢に矢を放つのはあなたです。まがいものの星を落としに。まがいものなのはお前もだろ、クロエ。戦闘中は仲良くね。さあ、いつものようにあなたの手でこの巨神に火を入れて。ユーザーオーセンティケーションコンプリーテッド。 R2YF クロイシップイレブンアルトマキアサーフェイス。ノア、姿勢制御をしっかり頼むよ。承知しました。マキアとの接続を開始する。ミカニリンク起動。動作チェック、両腕をミカニリンクに通してくれ。接続を確認、良好だ。頭部接続開始。装着完了、オールクリア。電源切り替えます。ミラージェネレーター起動。ミラージェネレーター起動。変換障壁にソーンウェーブ接触。変換を開始。カウンターアロー発射。
マキア、精神射出ポイントを目指せ。アレスマキア、エンノスポイント到達を確認。待て、ソーンウェーブすぐ来る。仕掛けてくるのが早いね。ヤマト、動けるか。ギリギリ、間に合わない、来るぞ。レールキャノン射出、クロエアシスタンスを掴んで。了解。レールキャノンの確保を確認。展開完了。右と左の両方を合体させるんだ。クロエ、レールキャノンの射撃出力を 120% に調整しました。はぁ、おい、エネルギー充填開始。 120% でトリガーを引いてください。照準補佐します。全て倒す。ここが現実、私のリアルだ。メテオラに破壊し尽くされた地上、あいつのいない地下世界、繰り返される戦い、繰り返される夢。私はいつ解き放たれるのだろう、あの悪夢から。パイロットクロエ、リカバリーモードに移行します。やめろ。ここ連れて行くな。約束よ、約束よ、約束よ。覚えていてね、覚えていてね、覚えていてね。